ユンガス地方ユンガス地方は、ボリビアの首都ラパス市の北東にある、ラパス県の一地域であり、アンデス山脈の北、東アマロクにあたる。ラパスの北東から南への狭い地域は、ユンガスと呼ばれる、生態系によって、高地のアルティプラーノや、低地の熱帯ボリビア特別される。豊富な降水量による霧と湿度で知られる雲にり、林が広がる地域で、 湧き立つような樹木に覆われた山肌と、絶壁や滝を含む、紅ニ川の流域で、海抜600メートルから2500メートルの間に、一致している。ここにはボリビアで最も豊かな生態系が広がる。この温暖なユンガス地方では、コカ、コーヒー、砂糖キビ、バナナ、パパイア、ラコヨーテス、ルークマス、アマランサス、アッチッポラズやブロミリアス、トウモロコシ等が、 大地や段ダ々ンダン畑で栽培されている。コロイココロイコから望む新しい国道を産後民族学的には、ユンガスの住民は、スペイン植民地時代のーチペルーにおける鉱山見た、制度に刺激された奴隷アフリカ人に始まり、ボリビアアンデス山脈の東の雲霧林地域に定住したアフリカ系ボリビア人が混ざっている。そのためユンガスの熱帯地域では、 黒人系の文化が形作られている。ありがとうございます。